はい。皆さん、こんばんは。私、シカゴ日本人会の桃山と申します。本日は、シカゴ日本人会健康セミナーシリーズの生活をガランと変える糖尿病の新しい測定器 CGM って何というあのセミナーに来ていただきありがとうございました。これから1時間、ズームのウェビナーという形で始めさせていただきます。 こちらズーム方式です。ゲストの方のみがお顔とお話ができるようになっていますけれども手を挙げていただくと後ほど質問ができるようになっております事前に質問を Q&A のセクションのところにご記入ができますそして本セミナーは1時間の予定です後日アーカイブで録音を更新する予定です 本日の順番ですけれども、私、A、MC、そしてサポーターの,あの方々のご紹介、そして本日、今月の医療用語、糖尿病のお話、糖尿病の食事療法、そしてあの血糖値測定器って何そのと血糖値が低いとどうするその後 Q&A に入ります。シカゴ日本人会では、 あの健康セミナーは2022年から行っております。1か月1回行っておりますけれども、本日のサポートの,あの看護師さん、メンジアヨシコさん、角田みなみさん、そしてパネリストは伊藤あさみさんと伊良いこさんです。ご紹介します角田みなみさんは中西部シカゴの,あのロックフォードでセントアンソニー看護師学校で講師を務めている、あの活躍している。 あの看護師さんです。現在でも常勤をしながら博士業を目指して勉強しておられます。そしてメンジやヨシコさんは看護師として勤務されてあの2人の,あの女の子の母親でもあります。シカゴ日本人会の理事としても活躍中です。で私内会議あのでございます。現在シカゴ三つ和から 南シカゴ西郊外ロンバードで勤務22年になりました。よろしくお願いします。はい、本日の医療用語ですけれども、まずは糖尿病、ダイアビリース、ダイアビリース、ダイアビリース,リースと言います。ダイアビリースというのは2種類あります。1型と2型、英語ではタイプ1、タイプ2というふうにあの。 います weight loss weight loss 体重減少、糖尿病が発病したときに、weight loss というのがあるので聞かれるかもしれません。他糖尿病の症状として、blurred vision、blurred vision、視力のぼやけ。blurred vision 糖尿病の血糖値の,あの数値ですが次です。ヘモグロビン A1C ですけれども英語では g モグロ i ン A1C。g モグロ i ン A1C。糖尿病は尿と腎臓に影響があります。尿は Urine Urine Ur 子供の場合では、揺れんって言わないで、おしっこみたいな感じで、ピーピーというふうに言うこともあります。ピーピー。大人の場合は、揺れんですね。たまに、ナンバーワンということも言われることもあります。ナンバーワンっていうのは尿で、ナンバーツーというのは便です。腎臓は、キッドニー。キッドニー。 次は視力、ビジョン、ビジョン。糖尿病の方は視力がぼやけたり、そして目の障害も出ます。そのために眼底検査、眼底検査が必要となりますけれども、英語では眼底検査だ言わなく、眼底の組織がレチナという、まあ、え日本語で <laughs>。 あの発音するとそうなんですけど、英語では、retina, retina exam, retina exam, retina exam と言います。そしてさあの、最後の2つですけれども、血糖値、グルコース、グルコース。で、血糖値の測定器は、グルーメダル、グルコメダル、グルコメダル。 糖尿病というのはとっても複雑な病気で体全体の,あの臓器を影響する病気です。実際には体のホルモン、インスリンというホルモンの,あの影響によって血糖値がうまく対策されないことによっていろんな合併症が出ます。その合併症は、ここにの図にあるように。 体の目、そして腎臓、そして足の裏、これは末梢神経とあの血管、末梢血管によって、あの足の下肢があの、血行の流れが悪くなるということです。そして皮膚、神経、心臓、耳、耳が遠くなるということですね。それと、アルツハイマー。 それと脳の衰えによってうつ病、そういった症状が出ます。そしてお腹が内臓脂肪が多くなるお腹が膨らんで足と腕が細くなるっていうのが典型的な糖尿病の体の変化というふうに言われております。で、糖尿病というのは何を目標にする 実際には糖血糖値を測るので血糖値を下げるっていうのが目標ですけれども実際にはここにさ先ほど挙げました合併症を防ぐっていうのが治療の目的です。それを防ぐことによって老化現象とかそのあの生命が短くなるっていうことを防ぐっていう形になるんですけれども。 それを数字で目標というのを作るために、ヘモグロビン A1C っていう値を7.5以下にする。これっていうのは、グルコースの3か月分のに相当するあの数値なんですけども、グルコースだと125以下っていうのが目標です。そ,その他に、血圧を145 と90以下にするっていうのと、コレステロール値悪玉を100以下にする、そしてタバコをやめるっていう、この1、2、3、4つの項目を 1, 1セットになってるんですね。この血糖値だけの数字だけでなく、血圧とコントロール、あコレステロールをコントロールすることによって、動脈硬化が防げる。それによって さ先ほどお話ししたさまざまな病気を防げるっていうことになってます。結局はですね、そのさまざまなその合併症っていうのは全部動脈硬化から来てるもので、動脈硬化を防ぐためには、血糖値、血圧、コレステロール、タバコというそっちの、その4つをコントロールしなきゃいけないわけです。じゃあ、それをどうするかっていうことが、今日のあのー。 セミナーの目的なんですけれども治療の仕方、食事療法運動サプリそしてあの処方箋経口薬それとか痩せる薬とかインスリンとかありますけれども今日はこの食事療法と運動をコントロールする測定するための測定器の,あのお話を食事療法の後にさせていただきたいと思います。 では,では次には、食事療法のお話を南さんによろしくお願いしししまますす、はい、よろしくお願い糖尿病から身を守ったりとか、糖尿病とうまくあの生活していくには、やっぱり食事をがすごく大事でしてあの、スライドにありますように、血糖値のコントロールが非常に大事になるんですけども。 その中で、例えば、食べ物の分量、食べ物の内容、栄養バランスっていうのが、すごく重要になってくるんですけども、とスライドの真ん中と、あと右側にあるあ写真が、お皿の写真があると思うんですけども、このお皿ですとか、例えば一食に食べる分を100%としましたら、あの50%、半分ですね。お皿の半分は、えっと、野菜、特に、あの、でんぷん質を含まない、 あの低炭水化物の野菜、と緑の野菜ですとか葉も、葉っぱの野菜ですとか、パプリカ、マッシュルーム、ブロッコリー、とズッキーニ、きゅうり、インゲン、アスパラ、セロリ、ナス、トマトなどのそういうような野菜、あとは脂質は多いんですけども、アボカドですとか、そういったようなあの野菜をできるだけ50%、1食の50%取っていただいて、 で、その次に4分の1を、えっと、炭水化物ですね。米、パスタ、ジャガイモなどの炭水化物を取っていただいて、で、残りの4分の1を炭水、あ、タンパク質、ごめんなさい。えっと、お魚ですとか、お肉ですとか、お豆腐ですとか、を取っていただくのが、あの、いい分量と言われています。で、糖尿病の方は、えっと、野菜は1日に 350g 以上食べるのが良いというような、あの、文献もありました。 でこうやって、やっぱり、バランスの取れた、あの、食事もすごく大事ですし、あとは、あの、右側、スライドの左側にあります、いつ食べるかっていうのもすごく重要になってきて、できるだけ規則的な食事をするというのが、血糖値の安定につながります。なので、1日3食、大体同じような時間にきちんと食べる方が、繁殖したりですとか、えっと、不規則な生活よりは、 血糖値が安定する。例えば、食事を塗ったりですとか、ま,まとめて食べたりですとか、こう一気におかぐいしたりですとか、寝る前に食べたりすると、それがやっぱり血液の,あのあ血糖値の向上につながると言われています。なので、できるだけ食事は寝る2時間から3時間前に済ますというのがあのベストになってきますで。食欲のコントロールなんですけれども、あの もちろんあの、定期的にきちんと3食食べるのも大事ですし、毎回食べるときにゆっくりよく噛んで、食べることによって満腹あの感を得られますし、野菜から食べる、食べる順番もすごく大事で、野菜には食物繊維がすごく含まれていまして、特に水溶性の野菜、きのこ類とかわかめなどは、えっと、血糖値の上昇を防ぐと言われているので、そういった野菜ですとか、特に水溶性の あの食物繊維が多く含まれたものを先に食べてから、あの他のものに食べたりすると、血液の上昇が生えます。あとは、あの適度な運動、食後、まあ、1日に適度な運動、ウォーキングですとか、軽いジョギングですとか、サイクリング、水泳なども、まあ、有酸素運動が特に良いと言われていてで、あとは普通、いつもの活動、プラス10分軽く動くだけでも、あの リスクが下げられると言われています。例えば、エスカレーターを使うのではなくて、階段を使うですとかと、寝る前にストレッチしたりですとか、まあ、ちょっとお掃除の最中に片足を上げたりとか、そういう簡単なことでも、あのそれが血液、血糖値の上昇を防いだりすると言われています。あとはですねあの、このスライドにありますように、まあ、こういう本ですとか、あとはインターネットで,です今調べていただくと、 何どの食べ物がどれぐらいのカロリーっていうのがだいたい見れると思うんですけど、自分が一日にどれぐらい食べてるかっていうことを理解するのもすごく大事で、大事であの現代だと携帯のアプリとかコンピューターのアプリとかであの記録できるソフトとかもあると思うんですけども、そういうので記録してもらうと、大体今、一日にどれぐらい食べてるかっていうのをあの分かるようになってくるんですね。あとは体重を 測かったりですとか、自分の健康を知って、さらに、あとはあの、インターネットで、1日カロリー計算とかあの検索していただくと、自分がどれぐらいのカロリーを摂取してるかっていうのもわかるので、今自分の年齢とか体重とかあの運動量で出てくるんですけど、自分、私だったらさっき計算したら1300ぐらいのカロリーを1日に摂取してるらしいんですよね。なので、そでせ自分が消費してるカロリー、 すると自分が食べてある数っていうのをう比べてみてもらっていただいて、そこでこう調整したりとかすることもできると思いますし、こういうレシピ本とかを見て、ご飯1杯252カロリーなんだとかっていう、そういうのを知っておくだけで、チョイスが変わってくると思います。ので、そういうのも大事ですし、あとは組み合わせもあのちょっと工夫するだけで、 血糖値の状況も変わる方に、例えば炭水化物同士をあを組み合わせるのではなくて、先ほども言ったように、野菜ですとか、食物繊維を多く含まれるものと一緒に食べることによって、血糖値が上昇するとかもできますし、糖質と糖質を取るのではなくて、糖質と野菜を組み合わせて取ったりとか、そういう形で気をつけるだけでのものが変わってくると思います。 であとは、うんえっと、食物によっては血糖値を急激に上昇,上昇させる食べ物、まあ、先ほど、さっきのスライドにもあったと思うんですけど、甘い飲み物だったりとか、乳酸飲料水とか、栄養ドリンクとか、菓子パンとか、お菓子とかっていうのは、やっぱり血,血糖値の上昇を上げやすい食べ物になるんですけども、プライセミックインデックスって調べていただくと、 血糖値の上昇を示す値っていうのが、インターネット上でいろいろ出てくると思うんですけど、ここにあるように、お蕎麦とかは、その、GI 値が低いので、血糖値の上昇をあまり、あの、そんなに上げない食べ物と言われています。なので、例えばコンビニに行っても、その、GI 値が低いの、ね、お蕎麦とか、チキンサラダとかって合わせるだけでも変わってくると思いますし、うん、おにぎり食べた、おにぎり、 菓子パンではなくておにぎりにして、おにぎりとひらがんと、あとは、サイクルっていう形で、それだけでも、えっと、いっぱい作れるかなと思いますで。で、あの、次の、この、イラストに載ってるものはすべて、GI 値が、プライスニックインデックスが低い、サツマイモとか、乳酸菌とか、乳製品とかも低いので、 どうしても、やっぱり、完食しないのがベストなんですけども、完食どうしてもなかったときは、うん、の何を食べるかによってもだいぶ変わってくるので、こうい,うこういった建前、例えば MBC のナッツとか、砂糖入ってないものとか、こういうキウイとか、フルーツとか、こういった、できるだけ、血の上昇を、うん、急激に上げないような食べ物を選ぶだけでもだいぶ変わってくるかなと。 のでうん、インターネットで KGI チー食品とか調べていたらいろいろ出てくるので、そういうのを参考にして、どうしても何かックいったときは、こういった食べ物を食べるだけでもたらいいかなと思います。うん、はい、ありがとうございました。<laughs> はい、次はですねあの、測定器のお話となります。い一応あの、測定器というのは昔から ありましてであの指にプツンと針にをつけてそれでそこから血を取って測るっていうのが今までの測定器だったんですけども最近の測定器は c o に言わ n グルコースモニターって言って常にあのそあの血糖値が測れるような新しい器具が出ました。これも大体7年ぐらい前なんですけども最初当時出たばっかりの時は あのインスリンを打ってる糖尿病の方のみがその対象でだったんですけれども近年こそうですね今年去年ぐらいから2型の傾向の,の薬を飲んでらっしゃるあの糖尿病の方でもこのコンティニュースクルコースモニターっていうのが使えるようになりました。そそれにによっててですね実際に先ほどミナミさんがお話しいしいただいただの オンラインで検索もしくは本で検索してこれが理想な食事なんだよっていうふうに言われても実際に自分ではどういうふうに影響されるのかとか自分のその生活の中でたどういった食べ物ど,うどれぐらいの量があの理想なのかっていうのはやっぱりこの血糖値を測らないとその即時に測らないとわからないっていうのがあってでこの新しいグルコースモニターっていうのが あの出た時点であのいやこれを食べたらこうなるんだあれをしたらこうなるんだっていうのをその場で分かるっていうのですごくあの今まで以上に意識が高まっていますで今ここにあの桜内科クリニックのスライドでありますけれどもその高糖質食そして高タンパク食高脂肪食っていうこの まあ最近これマクロって言うんですけどもあの糖とタンパクと脂肪この3つがマクロって言うんですけどもそのマクロがどれぐらいの分量でその食べ物にあるかによって血糖値の上がり具合っていうのがその1時間に上がる具合とそしてなあの何時間体をの血糖値が下がらないようにするかっていうのがその食べ物の内容によって異なってきます。で ここににあるように脂肪の場合は長なでらかに上がってゆっくり下がるっていう感じなので昔は脂肪は全部良くないとかっていうふうに思われてたんですけれどもそれもその肩の運動量とその,あの体の年齢とかあの様子によって変わってくるということでこの同じようなグラフを血糖自分の測定器で見られるようになります。 で、こちらがその、あのー、症例の一つなんですけれども、そのグルコースモニターっていうのは、今までだったらこの上の数字81ってありますけれども、この数字だけが出てたんですね。それを皆さん、もう表にして一生懸命書いて、まあ、細かい人はその表をグラフにして持ってきていただくとか、そういうことをあのや,ってたやってる方もいまだに今あの、毎日やってる方もいらっしゃるんですけども、これを1日6回まで。 こう一生懸命こうやってやる人もいたんですけど、これがですね、ここに一つこういうものを貼っていただくだけで、それも貼るものがですね、10日間も付けっぱなしでいられるんですよ。10日間付けっぱなしで、それで携帯に、あの、Bluetooth でつなげることによってですね、この同じさっきの、この一番下のところにですね、この点の血糖値の表が出てくるわけです。で、 これがですね、この赤いあの線と黄色の線がございますけれども、赤い線をの下に行ったらあの低血糖、それでこの点が250以上に行ったら高血糖というシグナルが、警告が出まして、それで携帯がビービになって、うん、これはちょっと危ないよ、危ないよっていうことで何かをしてほしいっていう、そういう警告。 が出るようなな仕組みになってますそれでですね、私、ちょっとこれをね、あの今週、試してみたんですね、自分で。何がきっかけで試したというとですね、私自身、糖尿病ではないんですけれども、このグルコースモニター、この1年間でですね、すごくあの意識が高まっただけでなく、その糖尿病の人に限らず、ダイエットの人でも、 このあの機械を使いたいっていう人が増えてて、であの処方箋として私の,あの内科で出すんですけども、栄養士の方がもうこれをリクエストする人が多すぎて、教育をするのに、あの指導をするのに間に合わないっていうので、じゃあ先生もちょっと1回使ってみて、ここ1個サンプルあげるから使ってみてくださいって言っていただいたんですよ。それをちょっと、ね、自分でも怖くて <laughs> 実はやっっっててなかたたんでですけどもこの機会に自分でちょっと試ししみましたそれで昨日つけたんですけどもこの表ですねこの青い表のこの点上がったところですけども朝ヨーグルト2つプラスいちごを3つスライスして食べたところ血糖値が80からドーンと160まで40分で上がりました。 上がったら、なんかね、ぼーっとした感じで、今までで以上になんか意識してるからかわからないんですけども、なんか自分の感覚と数字が合ってるかどうかわからないんですけども、なんか違う感覚になったような気がしました。で、それがちょっとこう、その時はね、なんか元気になったけれども、頭がぼーっとしてるって感じで、それで急激にドーンと下がってきたんですよ。そしたらなんか頭がふわーっとした感じだったので、 どうなのかなと思ったんですけどもこれはやっぱり糖分が多かったから急激に下がったと思うんですね。もちろん私,あの私自身は糖尿病でないので急激に下がるんですけども糖尿病の方はこれ上がりっぱなしなんですよ。上がりっぱなしでで2時間経っても上がってどん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 上がる人もこの250あの超える人もいますけどもこのグレーの線を越えて 200 125、130、150っていう風に上がったまんまっていうのが、実際の糖尿病の方の数字になります。そうでなければ、ドーンと下がってで、この下がって下がりすぎると,と低血糖となって、私の場合、低血糖っていう計画は警告が出,出,出ちゃったんですけれども、今回76っていうのが出ました。そして、いや、これはいけない。 ちょっと低すぎるどうしようっていうことで今回は甘いものではなくってチキンブレストですねあの胸肉にちょっとこうごまのドレッシングをつけてで、まあ、ちょっとお腹ももう一回すいちゃったのでそれとコーヒーにココナッツクリームという最近流行りの MCT オイルっていうのがあるんですがそれを入れてちょっと食べて飲んでみましたそしたらここまで急激に上がらないで ちょっとなでらかに上がってくれて、それでちょっとなでらかに下がってくれてて、まあ、こちらが右側の表がそうなんですけどそれがあの延長版なんですけども、上がって下がってくれたっていう感じで、いい感じであの体験できました。一応参考に、こう、これを見ていただきたかったんですけども、こういったですね、もう1時間に ちょっと何,何個点があるかっていうのはじじ実際には数えてないんですけどもこれ今見た限りでも123456789101111113141516点ぐらいありますよねですから本当にこれが上がった上がったままだったらちょっと外で歩いて運動してっていう感じもできるし下がってきたら何かをするってこともできるっていうので。 もう今まで以上に何もしなくてもこんなすあの数字が一気にあの勉強できるっていうのはちょっと怖いぐらい素晴らしいと思いました。はいではじゃあ血糖値が下がったらどうするかということをあのよしこさんにお願いいしますすはでよろしくお願いします。 えっと、では、えっと、血糖値が下がったらどうなるかという症状についてちょっとお話しします。えっと、症状ですと、その血糖が上がったら、そ桃山先生がおっしゃったように、ちょっと元気がなってきたなと思って、どんどん下がってきたら、やっぱりぼーっとし始めるので、くらくらしたりとかもするかもしれないんですけども、あとは血,液が下が血圧が下がったりとか脈拍脈脈、脈拍が上がったりとか、吐き気。 あ場合によっては転換、心筋梗塞、脳観測っていうのかな、これは。脳,<速>脳梗塞みたいな状態に、最低の場合はなるかもしれないんですけど、とりあえず、えー、と血糖がうん70以下、60以下になってくると、ぼーっとしてくるので、そうしたら大体の,あの,あの糖尿病の患者さん、糖尿病を。 わずらわってる方は大あ血糖が下がってきたなっていうのがきっと分かると思うんですよ。そういうときにはすぐに何をするかということで、えー、とまず最初に一番おすすめはやっぱりとりあえず血糖を上げなくてはだめなので、えー、と気軽なアップルジュースとかオレンジジュースとか、または、えー、とジュースの苦手な方はコーラとかスプライトとか飲み物であのお砂糖がちょっと多めのもの。 でとりあえず血糖をちょっと上げてもらうと意識がはっきりしてくると思うのですって思います。えっと私ちょっと見てみたらえっとあの口からの摂取が可能な方はぶどう糖5から1 0と砂糖の場合は少なくともぶどう糖の倍量またはぶどう糖を含む飲料水1 5 0トルから2 0 0トルを飲んでくださいっていうのが書いてあったんですけど。 150ミリリットルか200ミリリットルって結構な量なんですよ。だから私のおすすめとしては、あのリンゴジュースがもし手元にあれば、例えばあの、低血糖を起こされた方が病院に多分来たら、すぐにあのリンゴジュースとグラムクラッカーとかクラッカーとかをすぐ渡すんですけども、その口当たりのいいものをすぐあげる。でも、えーと そうですねお菓子とかでもいいと思うんですよ。それこそさっきも言ってたんですけどスニーカーズバーとかチョコレートとかをもし常に持てるような状態であればそのカバンにちょっととと入れとくとかがいいと思い思ますあ,あとは意識がちょっと戻ってきたりとかぼーっとするのがなくなってきたらその時に炭水化物を食べるとあのまたその。 上がった血糖値が急に下がるということをふさげるような感じです。だから、例えばファンとかそれクラッカーグラムクラッカーとかがだいたいおすすめという感じですね。で、それでえっ、ー、と。もし意識があのぼーっとし始めて、口から物を入れられるような状態じゃない時。ときはすぐにあの911でアンビアンスを呼んでいただいたら、そのあのアンビランスに。 で一緒に来てくれるあの医療の方がグルコガンって言ってあのあの、えー、と注射に注射をですぐにあの注射っていうか注射であの、えー、と血糖グルコガンっていうものをあのバーンって打ってくれてグルコースがガーって上がるような感じになると思います。それで、えー、ともしそれができないっていう方はあの 点滴からもグルコースを入れれることができます。それでもそれでだいたい安定させてから、えっと病院の方に行ってもらって、えっと安定してちょっと様子を見るっていう形になると思います。以上です。はい、ありがとうございました。この血糖値が下がったらどうなるの？っていうことをお話しさせていただいたのは、糖尿病っていうのは血糖値が上がった病気なんですけども、これは慢性的な病気で上がった。ままっていうのが。 病気なんですけれども、その薬によって、もしくは場合によって、例えば手術の前とか食べられないとかっていうことで、急激に血糖値が下がったり、まあ、よくシカゴであるのは、いつも運動しないのに雪が降ってしまって、その時だけ一生懸命運動して、でいつもだったら血糖値が上がりっぱなしで問題ないんだけど、その時だけ、急激に血糖値がドーンと下がって。 それで急激に意識の変化があったり、そのいろんな障害があったりっていうことがあって、そういうときっていうのは実際には体によくないというので、で治療が入るということになります。はい、ありがとうございました。糖、は、尿、い、病ってとっても複雑な病気なので、実際には1時間でお話が終わることっていうのは無理。 に近いんですけどもあのまあ大まかなお話をあのこの時点であのさせていただきこれからは Q&A としてお話を伺いたいと思いますあの一応ここに書いてあるのは、まあ、理想の理想なあの日本食そして、まあ、理想なあの、まあ、アメリカ食というか朝食それであの、まあ、私が簡単に作ってみた あの食事とかラベルの読み方とかっていうのをちょっとこちらの方にも参考として書い,書いてみたんですけどもあのきょの Q&A は何でもあの受け付けますのでぜひぜひあの質問出してみてくださいどうぞよろしくお願いしますはい皆さんあの質問を入れてる間シカゴ日本人会の紹介を簡単にさせていただきたいと思います。 シカゴ日本人会はシカゴに住んでる皆様のための会。日本語だから通じる、日本生まれだから分かり合える会でございます。あの2週間前に日本あの新年会を行いました。そして去年の暮れに30年記念会を行いました。で、フリーマーケットは毎年9月。お助けマン、ハンディーマン、IT。それで今、あの病院送迎もあの検討しております。 ピクニックは夏のピクニックとあ秋の芋っ子鍋、そしてあの春のゴルフクラブも行っております。セミナーと教室は健康セミナー、コンピューターサロン、いけばなお習字もやっております。いつでも会員募集しておりますのでご検討ください。アンケート調査もお願いします。 何か質問ございますか南さん、こういった CGM をお使いになる方って、病院であの見かけますかどうでしょう。そうですね、えっと、特にあの外来の患者さんでクリニックによっては、そういうあのプログラムを最近導入して、あの患者さんであのモニターを募って、 あのつけてみて、その結果をデータで取ったりとかって、自由しているあのクリニックもあの多いようです。パ、はい、ネリストの浅見さん、何か質問ございますか 私から一つ、その CGM を、はい、あのダイエットに使われている方が今いるって,っておっしゃったじゃないですか。はい。それって、えっと、Amazon とかで普通に買えるんですかそれとも、えっと、ダイエットだからといってあの、プライマリーに相談して、えっと、えっと、処方箋みたいな形でもらうんですかそうですね、今の段階では処方箋という形になっておりますので、あのかかりつけの 医者でもあのもらえますし、そうでなければ、あの最近はあの自費で払ってのダイエットあのウェイトロスクリニックっていうのがところ。どころにサロンみたいな感じで出ているんですね。で、そういうところで、あの1度。その。 まあ、そういったところでも内科医もしくは内科の,あのナースプラクティショナーフィジシャンスアシスタントみたいな方があの所属してると思うんですけどもそういったところでダイエットの,あのお話を伺いながらその,あの測定器を処方していただくという形になりますでそういった形だともちろんその方は糖尿病ではないというのが前提なのでそういった意味では あのその測定器自体も自費になってしまうので、あその保険外の扱いとなります。でまあ、料,金料金としては、まあ、1つの測定器が10日分測定できるので、1ヶ月3つになるんですけれども、うん、3つ合わせてあの原価が300ドルですけれども、まあ、ディスカウントクーポンとかを探せば200ドル。 で購入できるっていう風になってます 1>,、ね、1つですよね。ということは1か月で3つ, 3, つ3つで300ドルぐらい三3つで300ドル。はい。1>, <ー>1つ100ドルです。でも1つだけで十分勉強になりますよ。うん、あそれと今あの、やっぱり糖尿の方におすすめするのはやっぱり運動、食事療法、うん、ともちろん体重を落とすこととかじゃないですか。それで今ちょっとチラチラって見てたら。はい あの糖尿の方にも結構最近は痩せる薬みたいなものを処方されてるんですよね。それってどういうもの、はい、具体的にはどういう痩せる薬なんですかすみません、私、基本的に痩せたい人なんで、興味があるんですけど <laughs> はいあの、それはとってもいい質問です。今まで その昔インスリンっていうのはもう1970年60年70年に開発されたものでその後出た経口の薬っていうのも大体あの1970年80年ぐらいでできたものなんですねでその70年80年から2000年にあたってその25年っていうのは糖尿病の薬って全く新しいものがなかったんですよ、うん、でその間いろんなあのリサーチが行われて で、今の新しい薬がたくさん出てきたんですけれども、その今まで、その2000年以前の薬っていうのは、血糖値を抑えることによって、食欲が増したんですよ。で、本来だったら糖尿病の人っていうのは痩せなきゃいけないっていうのがありながらも、薬を飲めば飲むほど、食欲が増して、で、結局は太ってしまって、で、血糖値自体は良くっても、 <laughs> まあ、寿命はどうなるかっていうのはまた別ですけれども、実際には糖尿病型の体になってしまったっていうのが、一番悩みの一つだったんですね。これはインスリンでも経口の薬でもそうだったんですけれどもで、2000年から出た新薬っていうのは、どの薬でも痩せるっていうのが、副作用のというか、作用の一つなんですね、うんまあ。大きく分けて2つあるんですけれども、 一つはあの、腸の動き、そして腸からの吸収を抑えるっていう薬で、それは今、すごく早い、まあ、話題になってる、日本でもアメリカでも話題になってる、オゼンピックとか、あのビクトーザとか、それ注射をする薬なんですけれども、それによって、糖尿病の方って、 で周りにご存知かもわからないんですけれども、糖尿病の方の性格っていうのがあって、その性格っていうのは、とにかく食べ物が好き、食べるのが好き、食欲はいくらでもある、ぜ食べ物を前に置かれたら絶対最後まで食べるっていう、そういう、とにかく食欲があるんですよ。で、うん、そういう人に食用、食事、両方食事制限しましょうって言っても、なかなかできないんですね。これは その気持ちの問題でできないというよりも体自体がそういう風に受け付けてくれないっていうところがあるんですけどその注射をしたことによってその食欲がピタッと止まるんですよ。糖尿、ね、<laughs> 病じゃない人っていうのは意外とお腹が満腹するとか腹八分ってできるんですけど糖尿病の人ってできなくなっちゃうんですよ。うん、で糖尿病になればなるほどもっともっとできなくなっちゃうんですよ。でそれを 普通にするっていうのが、その薬の作用の一つ。で、実際には体の中にあるホルモンなんですよ。自然にあるホルモンなんだけれども、それが足りないことによって、注射で投与するっていうのが目的です。で、そのもう一つの薬も、それはちょっとまた違う作用なんですけども、腎臓から糖を出すっていう薬で、で、糖を出すことによって、 余分なカロリーを体から出してくれるんですね。だから血糖値を下げるだけでなくカロリーを出してくれるんですよ。でそれは完全には食欲の低下にはならないんですけれどもその糖を出すだけでカロリー 200g ぐらいだからもうそうだ缶ソー半分ぐらいのカロリーが1日に1回出してくれるぐらいの作用があるんですよ。それをだいいたヶ月飲むと、 もうす私は素晴らしいと思ってるような感じなんですけどもその内臓脂肪、うん、内臓脂肪がなくなってで皆さんベルトのボタンというかその穴を2つぐらいこうギュッとできるぐらいお腹がへこむんですよだからそれ完全なんですか、うん、逆になんか聞きすぎてちょっと怖いなとも思ったりするんですけど。 うん、最初はそう思いましたけれども、実際にはその、あの、腎臓から、その糖を出すことによって、利尿作用があって、うん、それによって、今には、心不全が良くなる、腎臓不全も良くなる、っていうふうに言われて、今まで以上に、この血糖値を直すっていう数字を直すどころか、糖尿の 病気全体を治すっていう風になってしまってる。本当に今まで以上にここまでいい薬は今なかったっていう感じなんですね。しかも脳に影響するって、あの前、先ほどお話ししたと思うんですけども、これね、脳ねあの。血糖値が下がると、その人のイライラっていうのがなくなるのか、記憶力がなくなるのか、あの やることができるようになるというか、ちょっとこう、記憶が良くなるっていう、まあ、作用も見え,見,て見えてます。ですから、最近の新薬は、本当に素晴らしいいと思いますでも、その新薬を結局、あの使う、使おうっていうか、使える人は、やっぱり糖尿の診断がいるし、ダイエット目的でそれを簡単に購入できるということではないですよね、まだ。 いや実際にはそうなってきてます。で、まあ、日本ではすごくこれも話題になってしまったんですけどもそのダイエットに使う人もいれば、糖尿病に使う人もいるわけで、で実際に糖尿病に使う人の,その、開発はいいんだけども、その製造が間に合ってなくって、でその、糖尿病の人が使えなくなるぐらいの薬がなくなってるんですよ、今、現在。 で、日本の場合は、厚生省が糖尿病の人のために、その、あの薬を確保する風に持ってってるんですけども、アメリカの場合は、そういうことはしないで、反対に同じ薬を2つの名前で打って、1つはダイエット用に作って、全く内容一緒なんだけれども、その、 オリジナルの方は糖尿病の人のために置いとこうっていうふうにされてるんですけどもそれがまだうまく調整できてないんですね実際、えー、でその糖尿病の傾向があるから痩せられないかっていうのも疑問の一つというか話題の一つなわけですようん、うん、実際にはじゃあアメリカなんか特に肥満の方が多い国でなのでで ね、昔だったら痩せられないのはただ単に自分の自己意思が足りないからとかっていうふうに勝手に思われる方が多かったんですけれども、うん、実際には何にも食べなくても全然痩せられないっていうふうにあのっていう人たちもいらっしゃるわけですよ皆さ,んみ皆さん一緒じゃないですけどもそういう人たちの中でもインスリンが大量に出てレプチンっていうホルモンが あのなかなか分泌されてなくってで結局はホルモンの周りが巡りが良くなくって糖尿病ではないけれども同じように内臓脂肪が、うん、あの多い人はこういう薬はと,とても有効だっていうふうに言われてます。でこれは薬で,でじゃあ血糖値をコントロールするにあたってそれも分かるのかどうかっていうことなんですけどもそれは実際には同じものじゃないので実その血糖値をそのけ 糖尿病じゃない人は糖尿病じゃないので血糖値はそこまで上がらないんですけれどもこの測定器を使うことによって何が違うかというとその下がり方の上がり方っていうのがどの食べ物でどこまであるかっていうのとどの分量だったら許されるのかっていうのがあるんですね。でよくこの前も昨日もあったんですけども先生私ずっと糖尿病なんですけどもチョコレートケーキってもう一生食べられないんですかとかって。 ね、心配されて聞いてきたんですよ。これって本当に僕はもう一生食べられないものなんでしょうかっていうふうに聞いてきて、いや、そんなことないですよね、実際にはこれは分量の問題だから、食べられないっていうことではなくって、食べるり頻度と食べる量を控えめにしないといけない、そして体の,そのインスリンの分泌がそこまで良くないから、そこまで食べられないよっていうのが、 あの実際の治療の方法なので、その測定器を使うことによって、なんだ、これぐらいだったら食べられたんだ、あこれだったら食べれるんだっていうことを確認するために使っていただくっていうふうに利用されできるんじゃないかなと思います。わかりまままししたなんかまだまだ開発されてくるよううな感じでで、ね、ですす、ね、すねねね楽みそ はい、あの本当にオゼンピックはもう1つの工場だったのが今3つの工場に増やしたぐらい頑張製造を頑張ってるんですけどもそれでもまだ足りてないって感じですよね。それも去年からセレブがピックアップしてからドーンと上がったんですよ。実際にはそのこういう薬っていうのはもう10年ぐらい前から出てて一番最初に出た頃は私がびっくりしたのはあのチャイニーズブフェって皆さん行くじゃないですか。 で、1人の患者様が40半ばぐらいの方で、で、もうチャイニーズブッフェ大好き、アメリカ人の女性の方がいらっしゃって、それで、その薬を始めたら、もう、I can't believe it! I only ate one plate full! とかって言って、そんなの無理でしょ私だって、ワンプレートなんか無理だから、3回ぐらい行くのは当たり前じゃないとかって言って、No, no! I was full, so full! I could only eat one! とかって言って。 <laughs> そんなすごい <laughs> 薬あるんだとかってその時私も思いました。で、ね、本当にあのまあ使いすぎると気持ち悪くなって吐く方もいる,しいるんですけれどもうまい量だと食べる量が本当に自分がわからないぐらい少なくなる人もいます。変わってないでしょっていうのに実際に来てみたら体重がちゃんと減っててであのグロサリーの その金額を見たら明ら明かに減ってるんですよだから、うん、分かってないっていうのもあると思うんですけども実際には食べ,食べる量は減ってます。だから高い高いって薬は高いその保険のかによっては高いっていう人もいるんですけどもさっきのその薬痩せる薬。でもそのグロサリーの金額バジェットを うまくこう全部で換算するとそこまで高くないっていうふうに印象的に思いました <laughs> じゃあちょっと真剣に私ルックインとしてみますちょっと痩せればで3か月後に私が見えないぐらい細くなったらみんなびっくりしますよね <laughs> <laughs> あそれでそのセレブでびっくりあの皆さんちょっとそれも話題になっちゃってるのがオゼンピックフェイスっていうのがあってオゼンピックフェイスとオゼンピックバットっていうのがあって、うん、で痩せすぎて 筋肉も痩せちゃって、で、ここの、あのー、ほっぺの肉がなくなっちゃったり、お尻周りのお肉がなくなっちゃって、ぺチちゃコこになっちゃったり、っていうのが、オゼンピックフェイスとオゼンピックバットなんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。うん、うん。で、それを、遠くから見て分かっちゃうぐらい、なくなっちゃうんですよ。で、それを、防ぐために、今まで以上にタンパク質を2倍、 に食べないといけない。それと、まあ一応こうね、筋肉、こんあの、鍛えないといけないので。顔のき筋肉トレーニングとか、スクワットとかやって。あのお尻の周りの筋肉もつけなきゃいけないっていうのも、副作用の一つです。わかります。ちょっとじゃあ、オゼンピック見てみます。でもし変えるようなら、プライマリーに相談して、出してもらうように頑張ります。<laughs> いや、オゼンピックは一応、ダイエット用じゃなくって。 糖尿病ですよ、ですからね。あ、じゃ、あ無理ですね。これ。ね、うん、オゼンピックのダイエット用のやつは、<laughs> ウィゴービーっていう名前で出てます。ウィゴービー。ウィゴービー。はい。W. E. ウィゴービー。W. E. G. O.。v y ーアかな。ウィはい。うん、W. W. E. G. O.、V、y B. Y.。でも、これもそ、うん、それが。うん、オゼンピックは一週間一回ので、もう一つのは。 最近また新しく出たやつが、もっと新薬があって、そっちの方が効果があるって、今一番話題になってるのもあります。それはモンジャーロってやつ。えー、モンジャーロ。見てみます。楽しみにしてください。<laughs> <laughs> いやあんまりあ,あんまり無理しないでくださいね <laughs> はいもちろんです分かってます分かってます大丈夫です <laughs> 食事療法でいいんですよそんな薬なんか頼らないでね薬療法いやちょそれが大変ですはい分かりました <laughs> はいでもあの昔は一時期日本食が一番理想的って糖尿病に近い理想的って言われた頃があったんですよ、はい、ただ 日本食ね、日本が長寿の方がいらっしゃるっていう意味で、そういうふうに言われてたんですけども、実際には日本食って糖分がものすごく多くって、糖尿病の方もものすごく多いし、そして塩が多いものが多いので、で、そういう意味でも、その日本食よりもメディトレーニアンダイエットって言って、中東のダイエットが、 世界で一番理想的だっててて言われてて中東っていうのはまあイタリア南部とかギリシャとか、うん、そっちのブルガリアとかそっちの方なんですけどもそちらの方々の食事っていうのも魚が多くって肉も多いそしていろんな色の野菜そしてナッツ系のものとかそういったふすまとかそういったものが多数あるという意味でまあある意味日本食に似てなくはないんですけれども お豆とかそういった海藻とかもあるからですけれどもその,その糖分と食塩の摂取率が比較的に少ないっていうふうに言われてます。であの面白いのがその鳥獣世界の鳥獣って 7, 7つの場所があるんですね。その7つののつつ場所の1つが沖縄なんですけれども 沖縄っていうのも、長寿って一番長,い長生きするのは女性なわけなんですけども、男性の場合は、まあ、統計的だけですけども、そのギリシャのそちらの方の人の方が長寿がの人数が多いっていうふうに言われてて、それが何が違うかというと、中東の人の方がその前立腺の肥大とか前立腺のがんっていうのが比較的に少ないっていうふうになってて、それが、 そのトマトとかオリーブそういったものが向こうに豊富にあって、うん、で反対に日本の食事はそこまでそういった油いい油の摂取量がそこまでないただしその沖縄の,あの食事のすごくいいところっていうのは発酵したもののタンパク質がとても豊富なんですね例えばお味噌とかそれとかかそれ あのまあ、私もそちょっとそこまで詳しくないんですけれどもにんにくのお酢漬けみたいなそういったこう発酵物とかお漬物とか、うんうん、そういったものもあるしそれだけでなく3あの全部に1種類じゃなくて多数のタンパク質が入ってるんですよ。うん、それももも植物性も動物性性動全部入ってる、うん、そのだからあの卵もそうですし魚もあるし豚肉もあり。 そそしてお味噌豆豆腐そういったものが全でまあね沖縄の有名な食べ物っていったらチャンプールみたいなものなんですけどチャンプールでも結局は卵もお豆腐も入ってる。うん、でそこに野菜あのそのあの苦売りですよねそういったものも入ってるっていうのでうん、うん、そういう意味でもその一般の日本食よりも豊富に 多数のタンパク質そして良性の油とそれと一般的にはあの残りのその炭水化物が少ない比較的に少ないっていうのでそれと皆さんおそああ暖かいし活発だっていうので歩いてるしいろんな水も飲んでるしっていうのも要素としてあの挙げられてます<る>最近それセブン なんだっけセブン・なンとかっていうのであ、映画にもなったようですよ。えーうん、すごくいい映画って。私はまだ映画は見てないんですけども、あの、セブン・ワンダーズかなうん。すごくいい映画っていうふうに伺ってます。確か他に質問があったようですけども、ちょっと見ましょうか。 そう、あの、血糖値がね、あの、一時的に上がるっていう、例えば、あの、膝が痛いとか、腰が痛いとかっていうので、ステロイドを打っていただいて、それで、今まで糖尿病じゃなかったけれども、急に喉が渇いて、目が、あの、見えなくな、見えないっていうか、こう、かすんだりして、 なんか尿が多くなってって糖尿病に疑われたっていうそういう方はたまにいらっしゃいますけれどもそれはステロイド注射によっての糖尿病なので最終的な糖尿病ではないんですけれどもでも要要注意が必要ですよねでそういう方っていうのは、まあ、注射っていうのはだいたい50代40代50代から始まってで何かの拍子でステロイドを打っていただく。 っていうのが病院通いで、か、出ちゃうことがあるんですの。あるので。そういった意味では。気をつけていただく必要があると思います。桃山先生。はい。あの。糖尿病になると、目がかすむって、先ほどから。あの、出てると思うんですけど。目にどういう影響があるんですか。 糖が高くなると、目の中の水が膨張してしまって、で、見えなくなるんですよ。見えなくなるっていうか、こう、クリアに見えないだけで、実際にその血糖値が下がれば、また焦点が合うんですけどね。うん。あ、じゃあ、ロゴは明らかに見え方が違う感じなんですか、うん、そうそうそう。 それも一時的ですよその血糖値が上がったり下がったりすることによってなるわけだからずっと上がってたらもちろん変わらないというか自分で分からないっていう人もいますけどうんずっと高いと本当にわ何にも変わらないよとかって <laughs> のんきな方も意外といらっしゃるんですけれどもでもそれってのんきって言いますけど実際には血糖値が 150とかだからわからないですよ。これが例えば250とか280とかそれぐらい高ければわかるっていう感じでで入院するってなると400ぐらいになりますからそこまでになるとさすが誰でもある程度、うん、よく見えないんだよねみたいな感じで言いますよね。うん、えあの糖尿病っていうのは治るんですか うん、いい質問ですね。これはね、<laughs> 治ると私は思いますが、治る治らないっていうよりも体質ですよね。例えば、これも昔の私自身の,あの患者様だったんですけれども、一人、あの、独身男性が40歳になった独身男性がいらっしゃって、で、来た当時、糖尿病になっちゃって、入院されて、 薬6種類出されてで結局400ポンドあったんですよ体重が。でまあ独身男性だからこういろいろあこう言われて分かりました今までお母さんが言ってたことを聞いてなかっただけだとかって言い,言い始めてでちゃんと食べて水泳毎日行って薬を続けたら1年間にしてもう。 200ポンドぐらい痩せたんですよ実際で薬がもう6種類がみるみるなくなって最後にはコレステロールの薬だけになった、うん、でもう見た感じ全然もうこの人同じ人だったっていう風に思えないぐらい痩せましたでその人は結局は糖尿病から脱出できたっていう感じだったのでうんだかの糖尿病は治る余地はあります だけど治るかって言ったは。早道はダイエットってことですね。そう。だから痩せれば治る可能性は高いです。でも痩せられるかって言ったら、私、これも自分自身の体験ですけれども、1年に1人しかいないんですよ、治る人って。うん、それも、さっき言った独身男性じゃないと無理。<laughs> 独身 <laughs> あの結婚してる男性はまず無理だし、 あの、独身の女性も意外と無理ですね。うん、<laughs> いろんな方見てますけど、<laughs> 独身男性が一番可能性が高いです。やるって決めたら、ばーってやっちゃうから、時間もあるし、子供いなかったら、全然自分のために何でもできるみたいな感じなので。で、それ以外の人は、実際に治したっていう人は、めったにいません。 でででもいいい質問ですす型は治らないですそれはもうインスリンがもうないないっていう段階になってるし抗体でインスリンがやられてるのああの膵臓がやられてるので、うん、それはちょっと無理ですね移植でないとだめありがとうございましたはいはい、はい、じゃあもうお時間になりましたのでこれで終わりにしたいと思います あの本日皆さんありがとうございました。これからもまたあのセミナーやっていきたいと思いますので、ぜひご協力、ご参加お願いします。本日はありがとうございました。では、さようなら。